はい、こんにちは。今日はストレスに関するテーマでお話をしていきます。人材育成や子育てっていうところに結びついていくんですが、期待っていうのは果たしていいものなのか、それとも攻撃になっていないかっていうことを見つめ直す、そんな動画になります。で、中田敦彦さんがですね、鈴木敏夫さんに言われたことはっていうことで、後半そのお話をしていこうと思うんですけれども、あなたに期待してるよとか言葉を会社とか家族間とかで、上司から部下に対してとか、あるいは親が子供に対して期待するとかっていうような、よく見られると思うんですよね。で、部下とかあるいはお子さんがその期待に応えて成長していくっていう、よくある素晴らしい綺麗な物語ですよね。で、この仕事は君にしかできないんだよとか、〇〇ちゃんなら絶対に合格できるわよっていう風に、で、相手にそうやってこれならできると思うとか、こういうことができるようになることを期待してますとかっていう風に、その期待っていうのを明らかにすることによって、その部下とかお子さんのやる気っていうのを引き出して、そのプロセスを得てしっかりと成長する人とかいれば、あるいは経験を積んでくれる人もいると。で、中には期待されるのが嬉しくて、その期待をかけてくれている人に一生懸命応えようと思って頑張る部下とか子供とかっていうのはいると、やっぱり期待っていうのはどん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 かけてあげるのって非常にいいと思うんですよね。ママが喜ぶ顔が見たいから私はダンス一生懸命頑張るんだっていうけなげな娘さんのお話とかっていうのは、バラエティ番組っていうんですかね、ドキュメント番組なんかで見たりしますよね。はい。ところが期待をかけるっていうのは、デメリットも大きかったりするんですよ。まず期待を受ける側ですね、かけられる側ですよね。これはですね、プレッシャーになるんですよ。期待に応えなくちゃいけない、期待に応えなくちゃいけないって。でしかもですね、君ならできるよって言われて、あ、俺ならできるんだって思って取り組んだ結果できなかった時のダメージっていうのが半端なかったりするんですよ。職場においてだったら評価は下がりますし、昇進もできないし、賃金も上がらないしっていう。で、そうなっていくと、あ、もう俺はこんな仕事もできないのかとか、私これができればチーフになるって言われてたのにこんなこともできないなんて、もう最悪って言って、負のスパイラルにどん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 落ちていくと。で、当然期待をかけられている以上、いや私はそんなことできませんとか、いや無理ですっていうふうに断るっていうのもなかなか難しいというところなんですよね。だから追い詰められていってしまうっていうデメリットが発生します。で、一方で期待をかける側っていうのは、答えてくれなかった時に失望とかストレスを感じてしまうと、これは期待するのをやめた方がいいんですよ。例えば家族の話で例えたりすると、洗濯物、雨が降ってきてですね、もうちょっとしたら台風のシーズンなんかになってくるので雨が増えてきますけど、洗濯物取り込んでっていうふうに頼んだら、取り込んでくれたけど取り込んだだけみたいなね、取り込んだんだったら畳むところまでやってよってこうつい期待しちゃいますよね。あるいはお皿洗いお願いねって言ってお皿洗いしてくれたら、べっちょべちょのまんま、え、拭いてくんないのみたいな感じになっちゃうと。はい。だから期待をかけても、その期待外れになった時に、本来はその期待をかけた人間がどうするかっていう本人の問題のはずなのに、かけた自分がいろいろと、期待をかけた自分が、あ、ごめんなさい、かけた自分自身に対してがっかりもしてしまうんですよ。なんであの子には期待しちゃったんだろうとか、なんであいつにあの仕事を任せてしまったんだろうなと。で、さらにはですね、その期待に対して応えなかった部下とかお子さんに対して心ない言葉をかけているっていう、むちゃくちゃな人もいるわけですよ。自分の思い通りにならなかったからって言って勝手に怒り出すわけですよ。こういう人っていうのは大抵ですね、自分のテリトリー内のことで物事を考えていて、攻撃をすると。なんでこんなこともできないんだって、その部下の能力を見誤って仕事を任せたのはあなたの責任ですよっていうことを分かってないっていう話なんですよね。じゃあ期待をかける側っていうのはどういう心持ちでそういう風な言葉をかけてあげるのがいいのかっていう、すごくいい例があったのが、冒頭にお話をした鈴木敏夫さんって、ジブリのね、人から中田のあっちゃんですね、中田敦彦さんにかけた言葉っていうのがあって、えっちゃんがですね、ジブリのとある作品のキャッチコピーを考える、ジブリの制作スタジオの中に入り込んで職場体験みたいなことをするっていう番組があったんですよ。何年前だったかな、5、6年前にはその YouTube があったんですけど、まあ、今はそこいろいろ探したんですけど、この YouTube 内になかったんで消されてしまったのかなと思ってるんですが、まあ、よろしくお願いします、中田敦彦ですって。で、鈴木敏夫さんが目の前に来て、ああ、よろしくねみたいな感じにして、で、あっちゃんが一生懸命頑張りますんで、よろしくお願いしますって言ったら、いやいや、頑張らなくていいよって、自分のできる精一杯のことをやってくれればそれでいい。
ていう一言をかけたんですよ。だから期待はしたいっていうのは確かなんですよ。期待はしたいし、期待はしたいですし、成長も願ってるんですよ。そのお子さんとか部下の成長を願ってる。で、成長してくれることによって手離れしていって自分を次のステップに進みたいっていう思いも確かにあると思うんですよ。だから部下とか 子供に期待をかけて引き上げてあげる、成長させてあげるっていうのは非常に大事なんですよね。でも期待をかけているそのポイントとか思いっていうのが自分の方向に矢印が向いていたとしたら、残念ながらお子さんは成長しないですし、部下はいつまでたっても仕事を覚えてくれないという結果になってしまうっていうことなんですよね。だからかける期待っていうのは誰のための何のためにあるのかっていうことを考えて、〇〇に期待してるよと、〇〇ちゃんならできるよっていうふうに声をかけてあげるかっていうことなんですね。だからその子ができる精一杯を一生懸命できる環境を与えてあげて、でさらにその枠っていうのをちょっとずつちょっとずつ広げていけるようなやり方っていうのを教えてあげるっていうのが本来のあるべき期待なのではないかなというふうに思います。ということで、皆さんは一生懸命頑張らなくていいんですよ。皆さんは頑張らなくていいんですよ。ただ自分のできる精一杯のことをやってくれたらそれで OK っていう話です。別に言った側、頼んだ側の期待に応えようって思うんじゃなくて、まずは自分ができるその今のテリトリー内でどれだけ頑張ることができるかっていうことをやっていただけたら、頑張るというか、まあ精一杯のことができるかっていうことをチャレンジしてみていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。期待する側もですね、ぜひ、心がけていただけたらなというそんな動画でした。ということで、本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら。バイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。